全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。さて、今日の動画ですが、最近お客さんから聞かれたことをお話ししたいと思います。それが、なぜうつ病や障害年金に関係ない話ばかり動画やブログでするのですか、というものです。いい質問ですね。確かに他の障害年金専門の社労士さんのブログを見ると、何やら障害年金の専門的な話をしています。一方、私はというと、コストコに行ってきました。近所の温泉に行ってきました。宮里の歯が抜けました、なんてことを最近の動画で言っています。これまでにもうつ病や障害年金とは関係ないどうでもいい話をたくさんしています。なぜそのようなことをしているのか、それには2つの理由があります。1つ目の理由は、すでに専門的な話は出し尽くしたというものです。私の過去の動画を見てもらえばわかるのですが、障害年金やうつ病に関する専門的なものだけでも数百以上あります。これだけ出すともう十分なんです。もちろん障害年金やうつ病に関する超マニアックな記事を書くことはできますよ。でもそんなマニアックな情報はお客さんは求めていないのです。私のお客さんが求めているのは、自分は障害年金を受けられるのか、障害年金を受け取るためにどうすればよいのか、うつ病で働けず経済的不安を解消したいというものです。そのようなお客さんに対して、あまりにもマニアックな情報は必要ないのです。だからここ数年は障害年金やうつ病に関する専門的な動画や記事は出していません。障害年金とは何か、障害年金の要件とは、どうすれば障害年金を受け取れるのか、こういったことは全て過去の動画や記事に出しています。これが障害年金やうつ病に関する専門性の高い記事や動画を出していない理由の一つ目です。二つ目の理由は、お客さんとの信頼関係を築くためにあえて自分の話やどうでもいい話をしているというものです。ぶっちゃけて言うと、障害年金の専門的な記事や動画なんてほとんど見られていないです。見るのは同業者ばかり、なんてことも普通にあります。一方、私の個人的なエピソードや価値観を伝えるものはよく見られます。動画やブログ、メルマガという一方的な情報発信とはいえ、継続して私の動画を見てくれる人は、私の考えや価値観に共感してくれる人が多いです。そのような人とのつながりを継続し、信頼関係を強めていくのに、どうでもいい記事が重要なのです。たまに出しているたけしーさん日記なんて、私の普段の記事よりもたくさん読まれてますよ。あんな不謹慎でふざけた内容なのに。でもそんなものです。というわけで、今後も障害年金やうつ病とは関係ない話をたくさんしていきます。それがあなたとの関係強化につながるからです。とはいえ、どうでもいい話をしつつも、最後は無理やり障害年金につなげたりしますので、今日はどうやって障害年金に結びつけるのか、なんて考えながら動画を見ていくのもいいかもしれませんね。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。